6月の29日、火曜日ですね、はい、今、羽生市の、ね、桑崎、造成工事をしている、ね、現場の方へ、ね、来ました、羽生のちょうどね、製図電機がありまして、その右側ですね、あの向こう、加須方面に向かいまして、右側、ここをなんか、ね、造成していますんでね。ここを住宅もここにね、なんとかあったんですが、これも壊しちゃいまして、そう、どのくらいの人が、かなりね、向こうの方にあのファミリーマート、がある信号からここ200、500メートルぐらいあるんでしょうかね。で、奥行きはやっぱり住宅が、この辺が1棟、2棟、3棟ぐらい壊したんかなんで、向こうの方にね、鉄板があるのが仮設住宅、仮設のね、休憩所でしょうかね、トイレも仮設がありますけども、で、ここ消防のね、搬入消防でしょうかね、ありますけども、どんな感じで何ができるのかね、ちょっと少し歩いてね、近所の人でさっき聞いたらね、なんか分かんないようなね、返しちゃいましたけど、とりあえずね、少し、歩いてみたいと、思います。これはね、あの消防の方の人聞いてみようかななんてね、思ってます。で、元のね、羽生病院がこの右、この今カメラが向いてる方がね、元の羽生病院だったんですけどね、現在はね、向こうの方へちょっとね、移転しましたけどね、はい、そうなんで、ちょっとまた移動してみます。はい、今ね、消防署へね、この羽生消防署のね、方にね、聞いたらばですね、店舗じゃなくね、商業施設じゃなくて、工場らしいですね。工場はこの、今、ここやっぱアンテナがありますけども、この下までかなり500メートルぐらいあるでしょうかね。で、奥行きもこれはね、これ奥行きもこれ200メートルぐらいあるんかななんて、ね、思ってますけど、向こうの次の信号ぐらいまであるんかな、ちょっと歩いて、見てみますけどね、あれは何なのかね、もういろいろ変わって、今日は雨が降ったんで、造成工事も今日はやってないみたいですね、重機が何台かありますけども。今日はやってないみたいですね。で、土はもうあちこちね、まあ、掘ったとか持ってきたんかちょっとわかんないですけどね、田んぼになってますね、ここもね。田んぼももうもちろん稲はもうね、作ってなくてね。工場だともういろんどうなんでしょうかね、なんかね。はい、そんな感じで。まださらにね、向こうまでね。ありますけども、あ、向こうの信号はそこも、もう少しですね。これが道路は122号線ですね。まっすぐ向こう正面向こう行くのが、館橋明和方面ですか。逆方向が加須方面になってますけどね。はい、あそこに。ここはアンテナがあるんでね、こう。ああ、奥行き、そうね、200メートルぐらいあるでしょうかね、奥行きがね。こんな感じで。で、今、聞いてきたのが、この消防署、この正面ですけどね。はい、で、この正面から向こうの、次のね、ファミリーマートのあたりまでね、歩いてみたいと思います。はい、今ね、また消防署のところまで、ね、歩いてきましたけども、なんか、何人か、羽生消防署、西分署って言ったんですね、救急車があって、こっち消防署に入ってると、ね、思ってますけど、それで、
ここはこのまま移動はないってことでね、はい、それでここの信号を使って、ここも埋め立てここにしてね、ここも奥がちょっとね深くね向こう、200メートルぐらいはあるんかな、ちょっと新しいね住宅があるのでね、この辺はもう1軒、2軒、3軒、4軒ぐらい壊したのかなと思ってますけどね、はい、でまで7920万かね、はい、受け入れ金額ですね、はい、あ、受注者、そうですね、すごいですね、やっぱね、こんな感じで、ここも結構ね、通りも、今の時間帯だとね、まだ早いからね、4時前かな、4時頃かな、なんかね、はい、こんな感じで、工場か、なるほどね、結構広いよね。物流センターはこの先にね、何キロか先に、カインズモールの先に左側にね、大きい物流センターが今作ってますけどね。あ、でイオンがその右側に、この辺も随分ね開発されてますよね。しばらくね、そっか、今年いっぱいぐらいね、なんか造成がかかるみたいですよね。言うと、令和の高速の幼稚、計画幼稚よりね、早いかななんてね、ここはね、思ってますけどね。ここは上岩瀬ですね、上岩瀬ベーシアフードセンターがね、ここに見えてますけど、まあ、なんとか渡れるみたいですね、はい、渡っちゃいますね、はい、点滅になりました、はい、みんなわけで、はい、今日はですね、羽生の開発のね、ここ造成中のね現場からお伝えしました。はい、なんかね立橋方面がね暗くなってますね、はい、今日はこれでですね終わりになります。はい、ありがとうございます。また明日です。